極限状態に置かれた日本で選ばれた13人の葛藤と選択が始まる。デビルサバイバー2ジ・アニメーション4月放送開始。俺たちはフランクスに乗るために生まれてきたんだから。見つけたよ、僕のダーリン。俺は逃げない。こいつはカバネじゃないよ。人でもないけど。生きるために必要なもの、それは隠れて身を守る道具じゃない。カバネにひるまず戦う力だ。お前を生かすただ一つの言葉は生きたいだ。人が人を殺す時代は終わっちまったんだ。よくないと思います。不老不死の男、我が仇。あなたは誰ですか？死にたくないってのが人類の願いだ。私はそれでも墓守です。この海が、この星が、この夢が、この時一緒に来てほしい。攻撃？リーマン、一体君は？おかしいね、私が戦うことを嫌い始めてる。レド！ようこそ、クソったれな職場へ。めんどくさいことになってきやったな。私より優秀な人気使いはいません。俺は荒神を倒すためにゴッドイーターになったんだ。一体何ができるつもりなんだろう、俺。そいつを絶対に手放すな。今度こそ守ってみせろ。たまには自分らしくないことをやる。取りなさいシュー、今度こそ。これは力、人の心を紡いで形を成す罪の王冠。ギルティクラウン。結局捨て駒かよ。ちゃんと傷装備の使い方を教えろ。適応で月光院奇跡に入るまでに9つカウントを始めろ。開け、アシュラカノン。1ヶ月後に戦争を始めます。これは名古屋の吸血鬼どもを殺しに行く。ガンダーです。ガンダー出現。100年ぶりか。俺たちの時間はゼロじゃない。何ですか、ジョジョさん。これを読むの、巻きでしくよろ。なぜ業界用語。人類は衰退しました。ブルー、もう月勝ち。文明が崩壊し、誰もいなくなった世界で、二人ぼっちになってしまったチトとユーリ。二人は今日も愛車欠点クラートに乗り、延々と広がる
廃墟をあてもなくさまよう。誰の差し金なのかを探れ、そういう命令だったはずだ。聖域から神の鍵が失われ、神族と魔族のバランスが崩れ始めている。もし二つの鍵が合わされば、あれが再びバハムートの復活の予兆だ。私は鍵の魂を私の中に取り込んだ。だから今は私が神の鍵だ。ねえ、カズキ君、誰も助けられなくてごめんなさい。絶望の存在、敵対する人類、最後の希望、守るための選択。おはよう。試して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 試しまくれ。俺たちは文明を取り戻す。あの時3人で約束したんだから、うまくいくよ。君なら本当にゼロから近代文明を作れてしまうかもしれない。新世界より異形の怪人との開口がもたらす衝撃が、まだ見ぬ世界への衝動を喚起する。探索され尽くした世界に唯一残された秘境の大穴、アビス。深く巨大なその縦穴には奇妙奇怪な生物が生息し、今の人類では作りえない貴重な遺物が眠っている。アビスの淵に暮らすタンクつかみ習いのリコと、記憶を失っているロボットの少年レグ。私たちの冒険は、そう、始まっていたのです。どれだけ世界が恐ろしくても、どれだけ世界が残酷でも、戦え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 ！
その一歩は小さなものかもしれん。しかし我々人類にとっての大きな進撃になる。